日曜日、豊平川で行われた第33回豊平川いかだ下り大会。ヒロさんも飲み会のノリで初参加を決めたという友達の輪チームのいかだに乗せてもらい、飛び入りで参加することになりました。ところで、こうして一般の市民が手軽に参加できるようになったのには訳があります。大会の実行委員会では去年からいかだを作る材料の貸し出しを始めたんです。もともと全て自分たちの手作りだったものが1チーム1万円でゴムチューブと板を借りて出場することができるようになりました。今年出場する40チームのうち24艇がこの材料貸し出しを利用しています。午前10時30分過ぎ、さまざまな趣向を凝らしたいかだに混じって、いよいよヒロさんたちも出発の順番を迎えます。行ってきます。あー、気持ちいい。おー、結構早いな。早いわ。早い。今回の大会は幌平橋から一条大橋までのおよそ 2.5 キロのコース。最初は順調に滑り出したかのように見えたヒロさんチーム。しかしその行く手には川底の石などが流れていくのを防ぐ堰堤が立ちはだかります。転落しながらも無事通過と思ったら、まだ次がありました。追いつかないし、追いつく気もないもん。一時はイカダから随分離されたヒロさんもやっとの思いで復帰。早くも懸念していた川落ちを体験してしまったヒロさんですが、びしょ濡れになりながらも初めて見る川からの眺めを楽しんでいるようです。ヒロさん、いやー気持ちいいわ。そんな緩やかな流れに乗ることおよそ30分。 1.8 キロ下って150年前志村哲一が札幌に初めて住居を構えた豊平橋を通過。最後の堰堤に差し掛かります。ここでは秋に帰ってくる鮭が川を登りやすくするための魚道を通過します。まるでジェットコースターのような勢いで通過。ゴールの一条大橋はもう目の前です。はい、お疲れ様です。もうすぐゴールです。頑張ってください。スタートから45分、ヒロさんが参加したチーム4人のイカダは無事ゴールまでたどり着きました。どうでしたか、感想、皆さん。いや、ね、とにかく面白かったね、このことがね、はい、やってよかった。意外と面白かった。でも普段なんか見慣れてるビルだとかマンションだとか、あ、ここにこんなのがあるんだと思いながらね、結構その川の流れに身を任せゆっくりと眺めることができてよかったなと思います。年に一度の豊平川いかだ下り大会。川面から普段見ることのない札幌の表情を発見することができた貴重な時間となったようです。はい、ということでしてね、本当にね、ゆるい3人なんですよ。まずね、計画もなく、実は今これお持ち、あの持ってきたんです、イカダね。こうしてみると割と大きく感じますけれどもね、うん、でね、朝行ったでしょ、ええ、この状態で置いてあるんです。何にもないんですよ。ここからスタートして風船を飾って、うん、これ乗るんですかって言ったら、今って言って、あのなんかパーティーとかで使うやつを順番につけてって、でなんかあのポテトチップが入ってた紙の箱を両端にポコポコってくっつけてですね、はい、完成とか言ってるんですね。これちょっと乗ってみても大丈夫ですか。大丈夫ですよ。この下の黒いチューブのようなものはこれ何なんですかね。これ何だと思いますか。
これそうだな、野宮さんこれ何だと思います？え、ダンプカーのタイヤの中。あ、近い近いものがあります。実はね、札幌に非常にゆかりがあります。さあ何でしょうか？小野塚さん分かりますか？地下鉄？そうなんです、地下鉄の札幌の地下鉄ゴムタイヤでしょ。で、あの今はねもうチューブレスになってるんです。そうなんですが、昔はチューブが入っていまして、そのチューブを使って。あ、じゃあ再利用ということなんですか？まあそうですね、今はもうだからいらなくなってるものを使ったというものなんです、ね、これをじゃあ浮き輪代わりにして、でも捕まるとこ何もないですからね。一人捕まるんです。だその人が落ちたら自分も落ちますけども。ヒロさんも漂流されてました。いやでもね、あのちょっとね、本当に面白いもんですよこれ。意外とやってみるとね、本当に面白いもんです。それでやっぱり川を流れる経験ってあまりないと思うんですよ。でゆっくりね、街の中が見られますよ。あれどれぐらい時間かかったんですか、結局は。45分、 2.5 キロ。いやいいトリップですよね。トリップ。で、あの縁石もね、ゆっくり落ちてるように見えますでしょ、はい、乗ってると結構急勾配だし、スリルがある。怖いんです。あの鮭の魚道なんかも一緒にこう下って、はい、少しこう鮭の気持ちになでたりなんかするの。あの川を考えるのに触れるっていうのが一番やっぱりいい機会ですよ ね。ヒロさんが見たあれは鮭目線ですよね。そうですよね、鮭目線ですよ。もうまさに鮭目線です、ね、実際に入るとその綺麗だとか汚い分かりますもの ね。泳ぎたくないような川じゃないこと、一緒に泳げる川って嬉しいですよね。いかだぐらいでやりたくないと思うような川だったらやっぱり参加しないですから。なるほど、ね、ちょっとねこう 浅い状態のところもあって、逆にあのもう本当腰以上を浸かるようなところもありますから、そういう意味ではあの非常に危険ですからね。あの今回はその中央区が主催で行った競技なので、はい、出られましたけど、勝手に作って勝手に行かないといけません。それはダメですから、はい、それは間違いないように皆さんしていただきたいと思います、来年も機会があれば藤尾くんとチーム一押しで小野塚さんも一緒に。川野がいいんじゃない。川野はちょっと重量制限は大丈夫。それが心配です。まあ来年ももし参加できたらと思います。白メガネでした、はいはい、さて続いてなんですが。